さん、ここで会ってるはずだけど、あれ、あの機械ガニは？もしかしてこっそり逃げ出しちゃったのか？いや、罠が発動してない。まだここにいるはずだ。約束通り、ちゃんと僕たちの帰りを待ってたみたいだね。じゃあ、こっちも約束通り、機械パーツをもう一つあげる。落とさないようにちゃんと持ってるんだよ。満足してくれたみたいでよかったよ。もっと欲しければ、僕たちを汚染区域の奥に連れてって。アビディアの森がこうなってしまった原因を調べなくちゃ。ここがみんなの言う汚染区域なのか。確かにいつもと違うぞ。なんていうか、不気味で重苦しい空気だな。体調は大丈夫？よかった。やっぱり思ってた通り、元素力はある程度汚染区域の影響を抑えられるみたいだ。ティナリはなんで知ってるんだ？汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど、僕は最近いくつかの対象実験をしていたんだ。その上で今ここを観察して、推測が確信に変わった。ほら、例えばこの花、普段見るのとちょっと違うだろ。この花の学名はスメールローズなんだけど、地脈マーカーなんて呼び名もある。地脈の影響を受けやすくてね、様々な明るさの光を放つんだ。輝度が高くなったら、それは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している。この感じだと多分この辺りの地脈はすでに暴走状態だね。ってことはつまり、ここの汚染は地脈から来てるのか？まだ確信はないけど、その可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。そういえば来る時に思ったんだけど、ここ生き物がなんだか少ないよな。前に森に行った時は鳥の大きな鳴き声が聞こえたぞ。あとはたくさんキツネがいたりとか。今汚染区域にはすごい量の地脈エネルギーが漏れ出ちゃってる。それが通行人を病気にさせ、意識障害を起こさせている主な原因だと思う。動物たちは敏感だから、きっと異変を察知してすぐにこの場を離れたんじゃないかな。地脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な事態になっちゃったのか。植物が育つのに適した条件があるように、実は人間も少しずつ周囲の環境に慣れていくものなんだ。気候や温度、湿度、それから地脈エネルギーの強さとか、特定の環境で生活することで人は環境との間にある種のバランスを作り出す。周囲の環境が急変するとバランスが崩れてしまい、体にも異変が起きる。もし単なる温度の変化なら人体は自分で体温調節をして適応できるけど、地脈エネルギーの急変に対応できるようにはできてない。だから病気になってしまうんだ。じゃあどうしてオイラたちは無事なんだ？君がなぜ大丈夫なのかはわからない。でも彼女と僕は元素力が使えるから、それでより早く変化に適応できるんだろうね。もちろん地脈エネルギーが強いところに長くいるのは良くない。ここで自由に行動し続けられるのはおそらく機械である彼だけだ。さて、調査はこんなところかな。広めの空き地を探してくれない？ちょっとした実験をしたいんだ。環境、無風、目標値、正常、設定完了。よし、ちゃんと動作してるみたいだ。それ何なんだ？
僕が作った浄化装置だよ。余分な地脈エネルギーを吸収してこの辺りのバランスを安定させられるんだ。そんないいものがあったのかよ。じゃあ早速汚染区域全体に設置しようぜ。それでうまくいくならそれでよかったんだけど、でも一度発生しちゃった汚染は限られた装置じゃ解決できないよ。それに浄化装置の力にも限界がある。せいぜい一定期間汚染区域の拡大を防げるだけさ。地脈漏出による汚染を完全に解決するには問題の根源を根こそぎにしないと。そういうこと。おい、機械ガニの様子がなんだか変だぞ。何かが近づいてくる。なるほど、地脈エネルギーが落ち着いたせいで一時的に離れてた魔物たちがまた集まってきたってとこかな。浄化装置に近づかせないようさっさと片付けちゃおっか。ふぅ、やっと片付いたぞ。傷は深くないみたいだよ。動かないで、手当てするから。君たちは誰だ？あの機械の魔物たちは？安心しろ、オイラたちが全部やっつけてやったぞ。よかったよかった。まだいるじゃないか。早く倒してくれ。なんて言ったらいいんだ。とにかくこいつは悪いやつじゃないぞ。さっきはこいつがお前の叫び声に反応してオイラたちをここまで連れてきたんだ。そんなの芝居に決まってる。さては、あの機械の魔物たちに紛れて僕の命を奪いに来たんだな。森の奥に何があるか知ってるか。機械の魔物があちこちあちこちうろついてるんだ。薬を取ろうとしてうっかり汚染区域に入ってしまったが、危うく命を落とすところだった。逃げないと。そうだ、早くここから逃げないと。君たちも気をつけて。この種の機械生命は敵なんだ。早く離れた方がいい。数年前、教令院が機械生命の存在を全面的に禁止しようとしたのもわかる。こんなもの、全部壊してしまうべきなんだ。おい！体が震えて呂列が回らないのは、汚染区域に長く居すぎたせいだ。つまり、軽い意識障害だね。あっちの地脈エネルギーは浄化したから、そこの道をたどっていけば大丈夫だ。すぐに村が見えてくるはずだよ。きっと誰かがコレイの元に連れて行って助けてくれる。あそこには僕が用意した薬が置いてあるから、飲めばすぐに治るよ。なるほど、正しいことをしたからご褒美にパーツが欲しいのかい。全く理解できないぞ。まあ、どういう意図で取った行動かはわからないけど、偉かったからね。しょうがない、パーツをもう一つあげよう。装着してあげようか。その必要はないみたいだね。それじゃあちゃんとしまっておいて。
ところで君のマスターはどうして君をそんな風にしたんだい？カニっていうよりハムスターみたいな振る舞いだけど。あとさっきあの人に凶悪な機械生命だって思われちゃったけど、それについてはどう思う？全然わかってなさそうだな。今のところわかるのは機械パーツに関することだけみたいだ。人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな。彼が、いや、彼のマスターが何のためにパーツを集めているのかはまだわからないね。今日はもう遅いから、近くにテントを張って寝ようか。明日はもっと奥を調査するからね。おい、こっちだよ。バカ、上だよ。上を見るんだ。拠点はここに決めた。うん、オイラもここでバッチリだと思うぞ。へえ、パイモンはどうしてここがいいと思ったの？ここは平らで広いから大きなテントを張れるだろ。鍋もセットできそうだし、美味しいものをたくさん作れるぜ。それも間違ってはないよ。でも僕がここを選んだ最大の理由は、比較的高台にあって下に集まる湿気を遮断できるからなんだ。雨林はとても湿度が高いからね。こういう場所で夜を過ごすときはいつも細心の注意が必要なんだよ。次は二手に分かれて行動しようか。僕はテントを張るから、君は火起こしで、パイモンは食べ物を探してきてくれる？そういうのは得意だぞ。オイラに任せとけ。別にそんなに期待してないから無理しないでね。うん、野外で火起こしするときは灯芯草の茎を使うといいよ。この植物の髄は比較的乾燥してるんだ。少し煙っぽくはなるけど直接火をつけられる。うい、旅人ティナリー、オイラ何も見つけられなかったぞ。雨林には変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ。変な形のキノコもたくさんあって、どれが食べられるやつかオイラ全く区別がつかなかった。あと地面に何かの実が落ちてたんだけど、拾おうとしたら上の枯葉が急に動いてびっくりしたぜ。きっと枯葉蝶とかそのあたりの生き物だね。彼らは天敵から身を隠すため葉っぱに擬態できるんだよ。空を飛んでる君を見て、きっと何かの鳥と勘違いして逃げようとしたんだ。パイモンが自分より臆病だとは知らずにね。しょうがない。テントが完成したら君たちはここで休んでて。食べ物は僕が探してくるよ。ん？もう探してきてくれたの？おい！今のはオイラにも分かったぞ。こいつまた機械パーツをおねだりしてるんだ。残念だけど今回のご褒美はなし。今回の仕事はそれほど重要じゃないからね。何にでもご褒美をあげちゃったらわがままになっちゃうだろ。だからこういうちょっとしたことは覚えておいて、次の時にまとめて渡してあげる。まあそれも理由の一つ。なんだか悲しそうだぞ。でもよく考えてみたら、あげないと誤解しちゃうかもしれない。しょうがない、一つあげよう。僕は夕飯の準備をしてくる。今夜は交代で見張りをするから先に休んどいて。時間になったら呼ぶから。見張りが必要なのか？うん、地脈の影響で避難してる動物も多いけど、完全に油断するわけにはいかないからね。
ってことでよろしくね。テントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために後で駆虫装置を置いておくから。じゃあゆっくり休んで。でも寝坊だけはしないでね。おいら本当に寝ぼくやってきたよ。な、もしかして地脈の影響だったりするのか。でもこうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな。なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜ。おやすみ。ん？まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？それならよかった。君がよく眠れるか心配だったから2種類のお香を調合してあげたよ。安心して、天然植物で作ってるから体に優しいんだ。ちょっと香りは淡いけどね。そういえばあの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのにどこかに行っちゃったんだよね。見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりも、まだ顔を見せてくれないマスターの方だ。何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は、誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こった可能性が高いと思う。ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。教練員が機械生命の研究を廃止してもう数年経つからね。そいつらの羊は怪しい。かつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね、僕の後輩にもその研究に携わっている奴が何人かいる。彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。人類の自然征服を助けるために知識を使って新しく使いやすい生命を創造することだ。しかしどれだけモジュールを入れ替えても機械の本質はコマンドを受け取って実行すること。人間や他の生き物みたいに自律的な意志を持つことはできない。機械生命と自然生命の違いを探ろうと狂信的な学者たちは際限なく動物の生態解剖を行った。その実験の異常な残酷さから機械生命の研究は廃止となったんだ。皮肉にもその後学者たちはますます衝動的になってきてる。もしかしたら数年後にはまたその研究が解禁されるかもしれないね。うん、難しい質問だね。機械生命そのものには興味あるけど、当時の学者たちの態度は気に食わなかったな。僕の個人的な意見なんだけど、僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし助け合ってきた。僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだ。だから僕からすればどんな命だって大切なんだよ。生命を理解するためにはまずそれを尊重するのが大前提だ。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。僕が一部の学者を不満に思うのはそこかな。これは僕が教練員を去った理由でもある。自分を他の生命の上に置いて横島な思いで純粋な生命を研究して一体何を達成できるって言うんだ。本当？それはよかった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はあ、しょうがない。一生懸命頑張ってくれたもんね。もう一つあげるよ。それよりもどうして使わないの？躯体はあちこちすり減っちゃってエネルギーも残りわずかだっていうのに。そうかい。まあいいや。ありがとね。でもちょっと休みたいんだ。コーヒーは彼女にあげて。
見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。旅人、パイモン、おはよう。体調の方はどう？大丈夫？僕もだよ。奥へ進めば進むほど、血脈漏出の源に近づいてきてるみたいだね。今日は早めに出発しよう。僕はテントを回収するけど、君たちは…オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ、山火事を防ぐために焚き火を消しておいてくれる？あと、昨日設置した空中装置も回収しておいてほしいんだ。ここの生態環境に影響しないようにしないとね。おう、火消しはオイラに任せろ。うん、終わったらここで合流しよう。どうやって火を消したらいいんだ？こうなると戻ってからにするしかないね。今思い出したんだけど、寝る前にエッセンシャルオイルを尻尾に塗っておくのを忘れてた。ほら、いつもより少しツヤがないだろ。まあそうかもね。一晩だけだし、そんなには影響ないかも。戻ってエッセンシャルオイルを調合すればまだ間に合う。ちょうど先月買った薬剤が残ってたはず。さて、そろそろ行こっか。ここよりも奥では、より凶暴な機械と出会うかもしれない。それに、血脈の影響も大きくなってる。もし厳しいと思ったら、戦闘は避けておくのが合理的だ。汚染源に到達するまでは、できる限り体力を節約しておこう。やっぱり、汚染源に近づけば近づくほど、機械の魔物が増えてきてる。よく見ると、ここの植物、確実に何か違うね。血脈エネルギーも他の場所より強い。僕たちが探していたのは、ここかもしれない。準備はいい？中に入ってみよう。